経新聞の方です。日本台北圧力に有害無益、今月中の開催拒否、米国務長官発案の国連軍対話に対して、日本 の, あの外務大臣、河野太郎外相が、拒否したという話なんですけれども、ちょっと読み上げますね。はい、北京、北京じゃすみません、私頭の中にいつも北京があっちゃってすみません。北朝鮮問題をめぐって、米国カナダ両政府が呼びかけている国連軍派遣国会、派遣国会合をめぐり、日本政府が両政府に不快感を伝え、12月中の開催打診を拒否していたことが4日分かった。複数の政府関係者が明らかにしたところによると、政府は15日に河野太郎外相主催で、国連 安全保障理事会、閣僚級会合を開催し、台北圧力への、協力を働きかける考えで、国際社会の足並みを、乱しかねない国連派遣軍、派遣国国会合の呼びかけに困惑していると。で、まあ、この国連派遣国会合っていうのは米政権内でも北朝鮮に融和的とされるティラーソン米国務長官の発案で、どうやらトランプ大統領には伝えられていなかったという指摘もあります。で、ということは、まあ、あの米国内でも、まあ、割れてると。いや、まあ、とにかくホワイトハウスの中が、はい、何かまだまだささくれ立ってますね。そうですね。フリンもフリーパスもあのどんどんクビにしてバノンまで辞めちゃったけれど、はい、その割にはね、すっきりまだしませんね。そうですね。国連軍っていうのは朝鮮戦争の際に編成された、あの 米国カナダ両国と、韓国英国など、17カ国で構成されています。現時点では朝鮮半島情勢に深い関係を持つとは言い難いエチオピアやコロンビア、南アフリカなども含まれています。で、日本関係筋によると、日本はティラーソン氏の 発表に先立ち、あの同氏に開催を持ちかけられたカナダを通じて、安保理閣僚級会合直前 の開催の打診を受けたと。で、日本側が拒否すると、閣僚級会合の終了後の開催を再提案してきたが、これも日本側が否定的に対応したことから、まあ、現在は来年の開催が浮上しているということなんですけども、まあ、日本としてはこれはね、確かに圧力かけようとか言ってるのに、まあね、ちょっと、ダメなんじゃないかっていうのは、まあ、当然の対応だと思いますし、トランプさんはね、あの過去十数年にわたって話し合いでごまかされ、はい、そしてお金を35億ドルだからむしり取られたと。そうですよね。対話は意味がない。だからティラーソンに関してはね、対話っていうのはウェスティングオブタイムだと、時間の無駄だって言ってるんだよね、何回もね。だから、まあ、圧力をかけて急きょ言わして、向こうが弱った時にふっと対話を言うのが、まあ、戦法としては正しいのであって、最初から対話対話と言ってしまうと相手が頑張っちゃいますよね、圧力かけてもね。そう、まだ大丈夫だと思ってね、まだ大丈夫だと。もうちょっと次の実験まだやれそうじゃない、ってか、ちょっとまあ相手の足元を見ちゃうという、うん、まあ、あのこういうふうにちゃんと河野外相を中心として、そういう外交姿勢を明確に打ち出すというところは、うん、まあ、私は割とあの最近河野太郎、いや、なんか河野さん不安増えたんだよね、株上がり急上昇なんですよね、うん、いや、意外にお父さんと全然違うんだなとか思いながら。いや、ティラーソンさんは要するにあの人キッシンジャーの推番で、はい、あのトランプ政権に入ってきたでしょ、はい、だからトランプ政権最初の時はこの人本命だって誰も思ってない人だから、うん、ましてあのビジネスマンですからね。そうですね。あのだから石油オイルマンが何故に外交を司るわけよね、アメリカという世界一の強国の。そうですね。だからそれはいいのかな、このつまりあの適切な人事であったのかどうかってことは、まあ、就任の時から言われてるんですが、まあ、今のところまだなんとか無難にこなしてはきたけれど、どうやらあのティラーソンがあの更迭されるのは時間の問題っていうのは、もう6月7月ぐらいからね、あのニューヨークタイムズとかワシントンポストに出てましたもんね。
そうですね、うん、まあ、あの本当にあの米国の政府の中っていうのが、まあ、本当まだまだなんかこう混沌としているという感じです、うん、まあ、引き続き、中米国 の, あの中のことも、注目していきたいと思います、はい、でそれで本日のテーマ紹介をいきたいと思います、はい、前半のトークです。北京、北京なんですが、もう頭の中にずっと北京やってごめんなさい。ちょっと寝不足じゃない。はい、前半のトークは北朝鮮の北朝鮮の漁船漂着は工作員か。でトーク後半は本当に始まった、中国のバブル崩壊でいきたいと思います。はい。すみませんね、なんかね北っていう字をね見るとね、うん、反射的に頭が北京って反応するように今なケンタロースの犬みたいに、ね、北京のことばっかり今考えてるからいろいろすみません。で、北京以上に今ちょっと注目が、集まっている北朝鮮の問題です。漁船漂着の話なんですけど、いや、あの、ね、これ海流の関係なんでしょうかね。山形、秋田、青森、そして北海道の道南、はい、この4県に集中してるでしょ。なんか、全部で 20? いやいや、先月が29席。29席。とにかくね、あのまだまだもう途中でバラバラになって、はい、漁船のかけらしか来てないっていうのもあるでしょうから、次々と北朝鮮 の, あの、うん、漁船が漂着しているんですけども、この漂着者っていうのは何者なんですかね。いや、工作員かっていうあの恐れもあるんだけれど、はい、どうもね、あの身なりとか身のこなし見てると工作員の訓練を受けているような人じゃないね、漁船、漁民。あのその前にほらイカ釣り漁船が日本の、はい、あそこ日本の経済的水域ですからね。でそこで日本 の, あの漁船が操業に行くと、向こうはほら電力がもったいないんで、あのイカ釣りっていうのは電気灯してね、はい、それで光にあのイカを集めて取るでしょ。だその電気がもったいないって言って、日本の電気使ってる漁船の周りに北朝鮮の 漁船団が寄ってきて取っていくっていうんだから、はい、どうもそういうような動きを見てると、なんて言いますか、工作員って一概に断定していいかどうかっていうのはちょっと距離があると思うね。もう一つはほら、北朝鮮外貨不足で北朝鮮の入合権を持ってる海域は中国に売っちゃったんでしょ。だから中国人 の, あの漁船があそこ入ってきて操業してんだよね、うん、だから今年はほら見てくださいよ、サンマも陸揚げは少ない、サバも少ない。まああの辺で取れるかどうか知らないけれど、ちょっとあの日本人が大好きなサンマがあんまり食べられなかった。そうですね、サンマ不良でしたもんね、うん、今年の秋食べました、サンマ1回でも。もちろん1回か2回ぐらいは。ただまあ若干やっぱり高いなとか、うん、品薄だなっていう感じはしてました、うん、私はサバはついに秋は食べなかった。まあ日頃からあんまりサバ食べないけどね、うん、それでその北朝鮮の内部情勢なんですがね、これやっぱりほら、はい、中国との結びつきで一体本当にどうなってるか誰も本当のところわからないでしょ。私ちょっとまとめてみたんだけど、はい、あのね、北朝鮮の漁船漂着は工作員か、あるいは事実上の亡命じゃないかって見て、うん、見たらどうなるんだろう。つまりこれね、難民大量発生の予兆かもしれない、うん、しかしあれ船があんなボロ船だからそんなに距離取ってこれないと思う。あとなんか漁民の人が帰りたいとかって言ってるらしいですね、うん、というのは芝居で、だからまあ芝居、帰ったら監獄に入れられますよ。だから なんていうのかな、うん、こう万が一こう、うん、面が割れて北朝鮮に身元が割れても、うん、いやもう仕方がないんですよ、漂着なんですよっていうことをこう演技してるのかな、うん、本当は難民ってか亡命したい。いやそれは亡命なんてのは大半の国民はそう思ってたね、うんうん、まあ、それか本当にお腹空いて魚を追っかけてたら、うん、沖に出過ぎて漂着してしまったとか、うん、いやあのね、あのエンジン発動の小さい船がそんなに沖に出るとは考えられない、うん、あのだからもうこれ海流に乗ってきてると思いますよ、うん、あの他もうちょっとさ整備された船なら意図的に来れないこともないけどね。ということはやっぱり亡命、うん、事実上の亡命じゃないかと思うんだよね。ことなんですかね。それでほら、うん、北朝鮮は米韓軍事演習を深いとしていると。はい。アメリカ側の見解ですがね、北がこの間打ち上げた ICBM は技術的難点がたくさんあると。
でまあ、トランプ政権としては常にその攻撃体制っていうのはあの緩めませんね、はい、だからそういう状況下で今不思議なことが起きてると、はい、いうことなんですが、もう一つはね、あのアメリカがあの北朝鮮と取引のあるあの中国企業を次々と制裁したでしょ、はい、担当なんとかなんとか、貿易コンスとかね、でこれ、うん、まずこの実態と成果効果なんだけれども、はい、成果は上がってるんですかね。まあ実際のところは結構厳しい状況になってますね、うん、あの有効橋もね、うん、閉じられてますし、うんうん、貨物事実上ストップされてますし、うん、まあ何だっけ、ソン・シートンっていう人が、あの 4企業出てますけども、はい、あれ大体みんな同じ企業だと思うんですよね、あの、まあ、トップというか株主が大体共通の人ですから、はいはい、でまあ、その、まあ、人間関係っていうのは、まあ、前にあの捕まったマーシャンホンとか、うん、あそこら辺とも、まあ、関係があるとも言われてるし、まあ、どちらかといったら習近平さんにはあまり関係のない人たちというか、むしろ性的な人たち、要するに 前の信用軍区の、はい、いわば幹部とかその、はい、密輸で稼いでる人たちがくっついて、それであの北京の決定にはほとんど従わないで、これ密輸行為みたいなことやってるわけでしょう。いや、一説によればね、あの、はい、信用軍区の武装兵器武器庫その他みんな向こうへ機体持ってって売ってるって話も、まあ、あの 外貨稼ぎというか、あの お小遣い稼ぎにそれはやってると思うんですよね、うん、でただ それがなんていうのかな、北京と全く連動してなかったかっていうと、うん、そうではない、まあ、北京にもその利益供与関係の、まあ、大物、うんうん、執行部の中にまあいてたと、うん、で習近平政権2期目に、まあ、そういう人たちが消えてしまったので、うん、まあ、パージされちゃったっていう、ね、言い方もありますけれども、まあ、みんな引退一掃されてしまったので、うん、そうなると今の習近平政権の、まあ、トップの中には北朝鮮の利益をいろいろと弁護して、その立場を弁護して、変わってやる人が今いなくなったと。で、まあ、そういう中でアメリカがあの企業やってくれ、この企業やってくれって言われた時に、まあ、習近平も、うん、習近平さんもまあまあ、あのやぶさかではないというか、まあ、いや、それはね、いつもほらアメリカの制裁を発表すると中国が強く反発し、何かアメリカを批判したりするのに、今回全然してないじゃないですか、うん、まあ、反対する人が、うん、中の人がまあいなくなったっていうのもありますよね、うんうん、そうそう、それから一昨日でしたか、あのタイヤ工場を金正恩が視察したと、はい、でタイヤを含めて、はい、あの今やあのロケットを輸送するトラックまで全部国産でできるなんて、あの、はい、大きなこと言ってるけど、できるわけがないでしょう、うん、産業のインフラがないからあのタイヤだって作れないと思うよ。あのトラックの発射台ね、あれ間違いなく中国製ですけれども、うん、あれもどうやらこの間の軍事パレードの闇に紛れて、あのそのまま中国から持ってったという、うん、ことを言う人までいますけどもね、それは真偽のほどはわからないんだけれど、ただ私はちょっと気になるのは、うん、その、まあ、この制裁で、うん、北朝鮮の経済がどこまで悪化しているのかっていうのは気になるんですけども、うん、これ北朝鮮行ったこともないし、うん、中から確実な情報っていうのもあんまり出てこないんですけども、やっぱり漁民がこんだけ来るっていうのはみんな飢えて逃げてきてるんですかね。そうでしょ、うん、だってほらこの間あの半門店から南へ逃げた人だって、お腹にいっぱい虫がいてたという、ね、そうそうそう、いや前ね、あの日本に来てた北朝鮮の外交官と一度何かの会合で会ったことあるんだけども、はい、なんかこの辺にさ、あの髪の毛の病気なんていうんだ、シラミみたいなもの、それからここがあの白線ですね、そうそう、はいはい、ってこんな本当に栄養失調の証拠ですよ、ね、免疫力が低下すると人間にカビが生えちゃう、そうそうそう、あ、そうそう、それ あれってこういう皮膚を初めて見たもんね、あの時、うん、だからあの相当飢えてますね、まあ、だからそういう意味では、うん、中国、あの北朝鮮国内の経済が、まあ、先に、うん、揺らぐと実験どころではなくなってしまうという、いや実験はやり続けるんじゃないですか。
あのほら植えてない人たちがやってるんだから、うん、国民なんてのは全然目も向けてないんじゃない。まあね、普通ならそういうのってもう国家崩壊のカウントダウンが始まってるっていう状況だと思うんですけども、いや事実上しぶといですよね。北朝鮮みんな北朝鮮が崩壊すると思って、うん、いろんなあの例えばあのアメリカがその6カ国協議が終わった後にしばらく放置してたっていうのは、うん、はい、みんな北朝鮮が勝手に壊れるだろうと思ってた、うん、舐めてたわけですよね。そうそうそう、ところがこんな風にまあなっちゃって、まあ、みんな予想が裏切られたわけですけれども、うん、意外に、まあ、あの強いあの金正恩政権というのは、まあ、タフな政権ということになるんですかね。いやあのね、それは まず中国が裏から相当の支援をしていたってことがあるんだけれど、うん、この2年ぐらいはロシアからの支援が入ってるでしょ。そうですね、でここシャシャリ出てきたんですよロシアが、はい、でそうするとあの北朝鮮としてはこれ両方バランスを取ろうと、あのただロシアもね、あの武器援助とか石油の援助はできるけれども食料援助までできないでしょ。あの辺から食料を持ってくったってないですからね、相当ルートがね大変ですよ、まあ、船しかないよね。あのほら国境北との国境地帯はあれ破産地区って言うんだけど、はい、まあ、破産してるあの要するにねウラジオナゴとかからずっと南へ行く道がねほとんど今整備されてないんですよ、はい、で私もウラジオであのチャーター四輪駆動を雇って行こうとしたんだけど、お金例えばね350ドルぐらいかかるって言うんだけど運転手が、うん、いや行きたくないって言うんだもん。あだから結局行けなかったんですけど、どう観光的にビザ的に言いますとロシアはあそこに入ること別に禁止しておりませんから、うん、あ行こうと思えば行けるんですよ。でもその先がねどうなってるのかもうこれ闇だからねまあいずれにしてもその習近平は最終的に北朝鮮どうすると思いますか。まあ、で相手の出方が一番大きな要因だと思うんですけれども、うん、少なくとも、中朝同盟を、まあ、2020年かな、21年に更新年が来ると思うんですよね、はい、あの中朝友好条約って、はい、要するに北朝鮮が攻撃されたら自動的に、救援軍を派遣軍隊を、ね、動かして応援するっていうそういう条約ですけども、これをまあもうそろそろもういいんじゃないかっていうような、内部のその意見っていうのは強まっていますし、それまではいやいや北朝鮮はね血の遊戯の同盟でこれ守らない、これ伝統的なね同盟関係守らなければいけないと必死で、その立場を擁護する人たちが今急速に、いなくなっているわけですよね。これ解放軍内のも、北朝鮮支援派閥というか、まあ、実は遼寧閥っていうのは軍の、まあ、出世筋だったわけです、ね、で遼寧信用軍区って、ね、強いですしね、で重要なところもやってますし信用軍区出身で、中央に上がってくるっていうのは、まあ、除細工 その派閥の影響もあって、出世筋だったんですけども、で今の軍の中にも当然、信用閥、東北閥っていう人たち、その北朝鮮に割と融和的な人たちっていうのはいると、かなりいると思うので、なかなか、その軍権をがっつり掌握してないと、習近平政権も北朝鮮と敵対するという選択肢は、嫌だと思うんですけれども、ただもうアメリカが、やると決めたらそれに対して、まあ、動かないという選択肢はできるぐらいは、その政権内のね、うんうん、北朝鮮派は減ってると思いますね。いや 旧信用軍区ってのは要するに昔でいうあの第四野戦軍でしょ。そうですね、だから林彪たちの言えば生き残りの、うん、人脈としてねずっと残ってて、あれでしょ、あそこら辺の集団軍はいわゆる、うん、A 級っていうかね甲類ですから、うん、甲乙のね、まあ、出世筋というか強い軍隊、ね、特に第39とかさ、うん、強い軍隊いた、日本では昔の松山とか熊本とか、うん、逃げの何屋部隊なんて言われましたけれど、中国の解放軍の出世っていうのは、うんうん、未だにその
革命戦争の時の手柄とかね、うん、あの時代のその強さ、軍の強さっていうのが、伝統的に、なんていうのかな、ランキングになるわけですよ。そこでスタートしたとか、そこの、まあ、あの幹部を経験したっていうのが、あの出世になってきて、で実は習近平政権のそのお友達との、まあ、軍人さんたちっていうのが今どん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 こうあの出世させられてるんですけど、この人たちはアモイ軍とか、なんていうの、いわゆるその解放軍内から見ると、弱い軍隊って言われるようなところから出世してきてるんですよね。だって李哲夫、李作成、そうそう、あの人だってやっかろうじてベトナム戦争に行ったぐらいでしょ。でね、だからね、うん、私ね、李作成っていうのは、うん、この人あの解放軍の英雄ですからね、うん、まあ、あの実際の作戦指揮取ってる英雄なんで、うん、要するに彼を引き上げたっていうのは、うん、やっぱり陸軍を黙らせる、うんうん、陸軍の不満っていうのがすごく結構高まってるけれども、まあ、とりあえず李作成を上に置いとくと、まあ、李作成はもうみんなの、ね、憧れの英雄だから、うんうん、あのベトナム中越戦争でね、そうそうそう、活躍した英雄だから、はい、まあまあ、あの抑えられるんじゃないかって言って彼を登用したんじゃないかっていうふうに。だってその後、はい、ほら正式の戦争してないもんね。ずっとアフガン戦争から何からみんな横で見てただけで、うんうん、だけども、ちょっとね話がそれますけど、張陽自殺したでしょ、ね、そうそう、工作部の主任だった人、ね、で自殺させられたというふうに言われてます。私はあれ他殺と見てますよ、うん、あのね、ちょうど、まあ、あの人、うん、取り調べ中だったんですけども、うん、病気療養かなんかで自宅行ってたのかな、うん、でその直前にその監視の警備の人間が治療をするって言って入った、うん、でその後彼の首吊り自殺が発見されたと言われて、うん、なんかすごく怪しいわけですよね。怪しいよね。でこの張陽さんがなぜ自殺をしなければいけなかったか、なぜ捕まったかっていうのを、まあ、ちょっとそのいろんなあまりにも説が多すぎて、整理 した方がいいなと思ったんですけど、うん、気づいたのは、はい、中国国内の中国メディアは、彼は除細工のその系列でね、汚職にまみれてると、はい、で実は張陽さんというのは2014年以降13回論文、解放軍の論文とか公式の会議の場で除細工を批判してるんですよ。だから除細工批判の急先鋒おかしいよねって言われてたんだけども、うん、まあ、中国のメディアは口ではあんなに批判してるけど裏ではつるんでたみたいな感じで、物は言いようだけど、物は言いようで、はいはい、だけども私は張陽さんっていうのは実は2011年、まあ、12年のね、第18回党大会で、まあ、政治工作、うん、工作その頃は総政治部主任なんですけども、はい、権力を持ったわけですけれども、これは除細工とか、江沢民の派閥と喧嘩して、うん、で江沢民さんはその頃ね、火炎帝だったっけ、もう一人いてたでしょ、江沢民さんの愛称で、最終的に政治部、総政治部の副主任になった人なんですけども、この人とポストを取り合って、うん、でその戦い権力闘争でようやく胡錦涛が勝って与えたポストなんですね、張陽さん。なので胡錦涛の愛称と言われて、まあ、大好きな将軍という意味でね、うんうん、愛称と、愛称ってあの目かけじゃないですよ、うん、愛将軍、愛する将軍、ね、愛する将軍っていうのを言われてるんです、はい、と報じられてたんですね。だから普通はこの人は、まあ、共青団出身だし、うん、河北省の武強圏というとっても貧しいところから立身出世した、うん、まあ、いわゆるバリバリの共青団派の解明で、しかも、胡錦涛派ですから解明的で、あの軍内改革派とも言われてた、そういう、まあ、将軍というか、まあ、有能な軍首脳だったわけで、でそう考えると除細工の汚職っていうのは、まあ、とりあえず今中国国内で急に失脚する人たちはみんな除細工とか修営工の仲間だっていうことでレッテル貼りをしてる、それが一番説得力があるからっていう形にしてるんですけど、本当はそうじゃないかもしれない。いや、なんかね、うん、ちょっとまた今までの図式と変わったことが今から起きてると、うん、いやこれからも起きてくると。でね、その張陽さんのその裏話っていうかは、クーデターの噂があったと、うんうん、でいろんな説があって、どこが本当で裏かわからないんですけれども、うん、例えば、張陽がその取り調べの間で
香港筋からの噂で裏は取れません。だけど、はい、張陽さん今回 の取り調べの時に、うん、北方コンスというなんかまあ軍の会社の武器の会社から、はいはいはい、北方なんとかコンスというところから200丁の銃を買って、うん、それをアフリカのとある国に出荷するという名目で、うんうん、一旦外に出して、うん、それを再入送り返してもらって北京のとある場所に隠してたと。そう、それでそれクーデターに使うと。それをクーデターに使うということをなんか取り調べ使う予定であったという取り調べの自白があった。でその時に、それを仲介したというか、まあ、やった関わってるのが核分岐だっていう説もあって、うんうん、で香港アメリカの新聞にも出てた。アメリカに逃げたね、まあ、闇の政商で、で、まあ、香港のメディアなんか今核分岐に一生懸命それ の確認を取ってるんだけど、核分岐は黙ったままだと。でじゃあこのクーデターっていつどういう形で起こすつもりだったのと、具体的な計画があったのって言った時に、普通クーデターってパッとイメージするのは2012年の 3.19 ですね。あのフェラーリが、あの霊計画の息子がフェラーリに乗って、まあ大きな事故死した翌日に、あの公安隊の北京の長安街とか男子校のあたりで、なんか銃声が聞こえたり戦車が動いたり不穏なことがあって、でまあそれみんな、何が起こったかわからないなりにも 3.19 政変っていう風な呼び名で、なんかわかんないけど起こってるっていう認識はあるんですよね。でそれがまあ主英校が関わってるっていうふうにまあ言われてたんだけど、それと関わってたのかっていう話に まあなるわけですよね。だけどもどうやら違うみたいだと、全く別の形の政変を計画していた。しかもこの張陽一人じゃなくて防暴機も一緒にやってたんじゃないかとかいう話がまあ一部で出てる。だから分からないんだけれども、非常にミステリーニュースね、ミステリアスでもういろんな話が出てきて、まあ、だから陽動なのか撹乱情報なのか何か分からないんだけども、うん、200丁のピストルでクーデターなんかやれないと思うしね、うん、要するに、うん、ある人はこれが純粋な軍のクーデターだったら成功する確率が高かったんだけど、うん、そうではなくていわゆるその党の政治家の中でそういうことをね、考えてて、で彼らは習近平のとりあえず身柄を抑えてその間に政権交代をやってしまうというね、要するに軍主導のクーデター、ジンバブエ型ですね。ジンバブエ型をねやるつもりだったんではないかと。でそれをやっぱり党大会直前とか党大会ぐらいに合わせるつもりだったんではないかという、まあ、ことしやがな噂が、まあ、出てると。それがまあ張陽の自殺ミステリー、うん、あともうすぐ防暴儀も自殺するんじゃないかってみんな心配というか、だからね、見てますけど、とにかくねあまりにも闇の動きがミステリーなんだけども、これさ福島さん、ミステリー小説に書いた方がいいよ。いや、まあ、国際暴力小説みたいな形になるんですけど、うん、まあ、何が言いたいかというと、解放軍内は今混沌としていると、はいはい、軍権掌握とかってしっかり習近平しっかりやってるとかって言ってるのは、うんうん、表面上の問題で本当はちょっとコントロール効かないぐらいいろんなことが起こりすぎてて、でもう習近平さんも怖いからもうバン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 捕まえてるわけですよ。160人ぐらい高級将校捕まえてますから、ね、だからそういうのって戦争、しかも自殺者はもうね今度のその張陽さんで17、8人ぐらいになるので、はっきり言って戦争もしてないのに高級将校こんなに死んでしまうので文革以来じゃないですかっていう話なので、まあだから北朝鮮に何かをするっていうような段階ではないかもしれないという。いや、ね、だから今本当に面白い分析ありがとうございました。詳しくはこれ福島さんです、はい、なかなかたくさんビニール3にわたって書いてありますもんね。そうですね、ちょっと本 の紹介をさせてください、私と宮崎さんそれぞれ新しい本を出しています、私中国の悪夢を習近平が準備するという、まあ、党大会のいろんな背景の問題をこう分析した、まあ、できた直近の本です。でもう一つはAI が文明を、衰退させる、うん、はいはい、ですよね、はい、水滅させる AI が文明を水滅させる、うんうん、これはなんか AI の、なんていうんですか、可能性ではなくて AI のこの負の面をこう集中して
書かれてる。いや、あのね、簡単に いろんなこと書いてるんだけど、一言で言うとね、はい、AI 逃走したロボットが軍事ロボットに転用されて、はい、そうするとね、戦争形態変わるんですよね。これ中国が今 やろうとしてることじゃないですか。まさしく今中国がやろうとしてる、はい、ですからそういう恐ろしいことになるとね、日本は今フィンテックだ、あの労力が減る看護ロボットなんか全然違う面で騒いでるけど、うん、中国はそんなことじゃありませんよという、まあ、一つの危機を警告する本ですね。まあ、先端技術というのは常に軍事の目的で使われるために、はい、開発されているのが、世の常なんですけども、 AI もそれに、まあ、外れないということです。前半のトーク、これで、一旦締めさせてください。